皆さんこんばんは、イコです。今日は弥生軒さんに来ています。はい、私なんか大好きで、こういうなんか和食屋さんみたいな結構来るんですけど、ずっと前からなんかせんべろできるなってずっと思ってて、でようやく来るタイミングがあったので来てみました。まあいろいろもう、ね、食券を頼む式だからもういろいろ注文したんですけど、今日ねちょうどぴったり1000円でした。はいなのでご飯来るの待ちたいと思います。最近ちょっとなんか糖質取りすぎてる感があったんですけど、今日はビールを飲みたいと思いますそれではお疲れ様です。美味しいまず私が頼んだのはイカゲソですね。イカゲソとなんかささみ、なんかトロトロあえみたいな、わかめとろろ、オクラが入ってるあえ物と、こちらの卵焼きでございますいやこれで1000円はマジで安い。これちょうどぴったし。これ今日ちょうどぴったし1000円だったんで、はい、食べていきたいと思います。いただきます。じゃあイカゲソいただきます。これで180円ってめっちゃ安くないですか。結構なボリュームです。揚げ物って美味しいな実感。はい、じゃあ卵焼きをいただきます。あ、すごい、なんかね、意外と中がちゃんとふわふわしてんの。ほら、トロトロ。あ、すごい、いただきます。このままいただこうかな、とりあえず。なんかね、卵焼きっていろいろ分かれるじゃないですか。うちはママが作る卵焼きが結構甘かったんですよ。その味だしってよりもちょっとお砂糖多めでっていう卵焼きです。美味しい。ゲソにはキャベツの千切りもついてるので、お野菜も取れて。わかります、このトロトロ感、すごいでしょなんか最近本当に太った気がして痩せたんだけど太った、多分。なんかちょっとね、本当にお腹の調子良くない時があって、なんか結構安静にしてたのよ。でやっぱお腹周りにやっぱこう病気っていうか、その風邪とかになるとお腹に力が入んないから、なんかうまくこう歩けなかったりとかで結構体ずれちゃったりするのもあって、あんま走れなかったりした時があって、そう、太った気がするんですよ。しかも誕生日で、そんな盛大にはやってないですけどまあケーキ食べたり、ケーキ食べたり、ケーキ食べたりとかがあったので、ちょっとね、多分体重を測ってないけど1キロくらいだと思います。1キロくらいちょっと増えてるかな、ちょっとまあすぐ戻しますっていうあれですけど、
だからちょっとヘルシー思考を入れてみたみたいな。美味しかった、ごちそうさまでした。ということで、今日弥生軒さんに来てせんべろしてたんですけど、でも本当に味よし、値段よし、もう最高、すべて最高です。では皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではでは、また来週、バイバーイ。